よし、こんばんは。ボサボサだ。こんばんは。ダイナソー花束ありがとうございます。ヒゲのマサさん1個目です、ありがとう。ラジオありがとうございました。終わりました。生電話ありがとう。こちらこそ。申し込んでご入金ありがとう。チケットね、ありがとう、申し込んでくれて。ふうさん花束ありがとうございます。生電話ね、もっとねできたらよかった。やすべさんお疲れ、ありがとうございます。申し込んでくれた方いるか、いるよね。こんばんは。こんばんは。好きなとこ。なるほどね。いじりに。めっちゃおもろい。いじり倒してくれるの萌えちゃっただけなんでね。さすがです。ひとりごとさん、水鉄砲、りんたろうさん、バブル、ありがとうございます。お便りもありがとうございました。お便りさんのフォローしました。今絶対してたでしょ。イサムタル、ありがとう。バンジャロさん、だるま、ありがとうございます。サッカーの試合めっちゃ暑かった。いや、暑そう。こんな暑い中やったの。死ぬ。ひなこの。ひなこの電話マジで面白い。おもろいね。おもろかったね。なんか似てる班の方と。ひなこもそのテンションぶち上げないタイプだから。似てた、面白かった。ご注意カウント完了、ありがとうございます。こんばんは。ねえ、ひなこがね、なんだっけ、アリサとやりたいって言ってくれたみたいです。嬉しいです。たまたまかと思いやった、めっちゃめっちゃたまたまかと思いやったら、ひなこが言ってくれたっぽくて嬉しい。ありがとうございます。選抜選ばれても私練習試合頑張ってね。すごい、おめでとう。ヒロタンタンクマ、ありがとうございます。8月28日横あり久留米、なんかあるっけ。待って待って待って、なんかあるっけ。面白かったですか。いや、ひなことねお仕事できて超嬉しかったです。超嬉しかったです。あ、 YouTube で見直せます。そうね、なんだっけ、アーカイブ、アーカイブで見れますので見てください。お願いいたします。ユーモアありすぎじゃんって自画自賛して。確かになんかお便りですごいアリさんのこと引っ張り出してくれて、引っ張り出してくれて。なんだっけ。ね、言ってくれて嬉しい、ありがとうございます。
こり足むく骨ポキ略し方やろ。こんばん。ちょっとこれなんで聞かれたのか分からなかった。確かになんか接続ん回線悪かったな。確かに。うちはなかなかうまくいかない。嬉しい、作ってくれてるの。いつまでも待つわ。こんばんは。なんちゃん、スランプくん、ギフトありがとうございます。マネね、そんななんか見られてたらしい、見てたらしくてはず見られてた。そしたらね、私はそんなこと書いてないって帰ってきた面白い。そう、なんかいろいろとなんか確かアンケートが来て、事前にというか、そう、事前にアンケートが来てから、一番最後になんかマネージャーさんに質問ですみたいなとこあったんですよ。アリサに関する情報裏話みたいなやつこっそり書いてくださいみたいな書いてあって、ちゃんと書いたんですかって言ったら、そう、めっちゃ書いたらしい、いっぱい書いたらしいけど、その中からなんか選ばれたのが何だっけ。ドルマありがとうございます。あ、言葉を言葉選びがおじさんっていうのが選ばれたらしい。あとね、真面目な顔してこの MC は内容がないよとか平気で言ってますとか送ったらしいめっちゃ特にこ、え、内容がないよってさ、めっちゃ最近言ったよねめっちゃ最近のやつやん。めっちゃおもろい。こんばんは。すぐ消えちゃった。確かに誰だったやろ。あれだな、ツアーの話した時に言ったやつだな。ツアーの話にした時に、あ、アリサが MC 回した時のあのトピックス、 STU トピックスのネタがの内容がなさすぎて、内容がないよって言った書かれた。恥ずかしい。あとね、足の裏がペタペタとかね言ってくるまあね、足の裏がペタペタって言ってくるんですけど、違うんですよ。ほら、出てないけど自分で言った出てないけど自分で言ったけど、足の裏がベタベタじゃなくてペタペタです。ペタペタベタベタって言ったら汚いじゃんそう、ベタベタじゃなくてペタペタなんです。なんかペタペタを床、なんでしょうね、木の床の上を歩いたらペタペタ音がするわけよ。なんか足がまっ平らすぎて、わかりますかなんかこうさ、ちょっとなんかこう隙間できるじゃん、足って。でなんか扁平足みたいなこけやすい足の形みたいな人って、アリサが扁平足的な、名前忘れたけど、それで真っ平らなわけよ。だから歩いたらペタペタ音がするあ、土踏まずないな。そうやばいよね歩いたらペタペタ鳴る。それでなんか足の裏ペタペタじゃんって言われる。違う、ペタペタないよ。ペタペタ音が鳴るだけ。
そんな汗が汗びっしょりでベタベタとかじゃない。ラーメン食べながら仕掛け入れました。いいね。お腹すいた。お腹つきました。湿ってないよ。ペタペタない。ペタペタペッタンペッタンだし。こんばんは。こんばんは。ドラえもんは足浮いてるのか。何の話。でも浮いてるらしいよ。ドラえもんって3ミリぐらい。ドラえもん浮いてますよ。こんばんは。扁平足。扁平足ってなんだっけ。まっ平ら全部地面についてる足が。そう、こけやすい足みたいな言われたことある。こんばんは。まっ平ら。ラジオつかさは着替えてて。そう、着替えた。そう、ラジオやる前にショールームしたけど、その時から服着替えました。やっぱ白で行こうと思って。白で。ほんまほんま。疲れやすい。うん、時期あれ、足がムクムクなんじゃない。それもあるんかな。骨盤が歪んどるのと、骨盤が歪んどるの初めて言った気がする。言ったっけ。言ったことあるっけ。骨盤が歪んどって、扁平足で、あれだ、足、ふくらはぎがムックムク。最悪やん。終わってんな。こんばんは。厚底の話ね、厚底の話ね、送ってくれてありがとう。電話待ってた間に読んだからね。あ、全部聞けなかったね。ファンのみんな電話で辛口で。確かに。ひどいよ本当に。そう、私の好きなところとおすすめのおつまみと聞いたのに。ひどいよ本当に。アリサと葵ちゃんがいる一杯の水感動して泣きました。嬉しい。真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ。ボキボキ、うん、そう、ボキボキし骨ポキ動画を見てにハマって、そう、これはやってもらいたい。アリサもこんなに人間って骨がなるのかと思って。自分で鳴らすには限界がある。アリサは自分でな、ある程度鳴らせるけど、そう、自分で鳴らせるのには限度があるわけよ。もっともっとできるよ、声帯のプロにやってもらったら。自分がやったらさ、あの、やらん方がいいやつかもしれんじゃん。プロが やるやつにやりたくて生体に行ったんですけど、なんか全然ポキポキ系じゃなかった。本当に悲しい。マジ悲しい。なんか筋肉の調整していきますで、みたいな。筋肉の調整はええんよ。骨ポキみたいなやつかと思ったらなんか違うかった。でびっくり。 それでなんか動きみたいな、動きを確認されて、こうやって見えますかみたいな。そしたらなんかこの首の骨が、ま、なんか歪んどるけ、まっすぐじゃなくてこうなんかこっち側にこう この首の骨が歪んどるけ、なんか肩こりがやばいですとか言われて。あと骨盤、
骨盤がこうちょっと歪んどるけなんかまっすぐした時に右足の方がちょっと短いですとか言われて骨盤曲がってますとか診断されていやそうじゃねえんよまあそれ分かったのはいいけど そうじゃなくて骨ボキーンってやってからなんかそれでズレを直すんじゃねえんかと思ったらなんか違うかったなんかちょっとまた違うとこ探す違うとこ探す。そういちろうさんハートありがとうございます。名前をアバター見てください。だるまありがとう。こんばんは。落として忘れてやりたい。おすすめ広島おすすめあったら教えてください。なんかほのたん体式マッサージみたいな言っとるらしくてそこはなんかめっちゃボキボキ鳴らしてもらえるとか言っとったんよ。でもソラハがなんか日本人じゃないんですよそこめっちゃ気にしようってから確かに確かにね。そう日本人じゃないんですよ行きますか確かにどうなんやろね。いろいろ探してる。こんばんは、そうとりあえずボキボキやりたい。自分の体はさてどれだけなるのか骨どれだけなるのかっていう。タイはバキバキ。足つぼね。足つぼもいいよね。足つぼ末端冷え性だからさ末端冷え性足めっちゃ冷たいからさ私足つぼしたらなんかそういうのちょっと治るみたいな聞いたことあるけど、まあいいよね。いいけど痛そう。痛そうすぎる。体式終わったあと気持ちよい。いいね。末端冷え性の扁平足がやっぱり末端冷え性の扁平足の首の骨が歪んでる。骨盤の骨も歪んでる人やけど大丈夫そうっていう JK やけどまだピチピチ人生16年目。大丈夫そう。自分でも心配になってくる。将来心配。今の気持ちを四字熟で四字熟語で表すと将来心配。ダンスのしつけそういうこと。扁平足って子供の時に運動してない人がなるって聞いた。ああ、まあ運動というか、まあ、運動はしてないよね。走るとかダンスはしとるよ。4歳の頃から4歳の頃からダンスはしてますけど何かそれ以外はマジでやってない、それ以外はマジでやってないね。あ、そう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 。公園ね。
でもまあ確かにな、半袖の季節やからね、今もう生誕ティーバンバン着れる季節やからね、着てもろていっぱい着てもろて。そう、お話し会、横浜やね、横浜のお話し会の時にあの水木ちゃんしか来てくれてなくて、もうそう水木ちゃんにあのみんなに言っといてってそれかな、そう、もうプスか、マジ水木ちゃんしか来てないみたいな言ったそれかな。小さい頃に外で運動してると土踏まずが作られる。なるほどね、外ではしてねえわ室内で書いてた言ってた。お疲れ様です、ありがとうございます、タレコミをいただきこんばんは。できたらみんなそれ着てもろてって感じですね。来るので、そうね、あれ何か「ハッピーバースデー」みたいな、自分ハッピーバースデーみたいな T シャツやから、私が作った T シャツが出るのもろて、うんうんうん、セットアップしようかなと思って、ちょっとギャルそうね、どうしよう買ったっていう服なんですけど、ちょっと一回着てみて、前に、あ、行く前に着てみて納得せんかったらちょっと買えるかもしれん。可愛かったよ、嬉しい、見てくれてた、ありがとうございます。最近服めっちゃ買ったよ、最近買いました。お話し会、まあ、お話し会があるよっていうのもあるけど、めちゃめちゃ買いましたね。ピース、うん、これもこれも最近買ったやつやな、この前紹介したけど、でこれのこのズボンも最近買っためっちゃ夏の生地で、これめっちゃいい、涼しい、涼しい、めっちゃ良い。あと最近ね、初めて買ったのがあって、服以外で初めて買ったのはアンクレット買いました。かっこよくない、アンクレットですよ、アンクレット足の足首につけるやつ、11月のアンクレットですよ、足首につけるシルバーのアクセサリー買った。そう、なんかまあほとんどあのアリサが履いたらさ、足が短すぎてなんか厚底履かんといけんぐらいさなズボンばっかりやけ、まあ、あんまり活躍するときはないんですけど、その 足首がちょっと見えるような服のとき、足首がちょっと見えるぐらいの長さのズボンを履いてサンダル履くときに、ちょっと足首にあのつける用の足用のブレスレットですね、アンクレット買いましたこれはかわいいですよ。
一度着た服はもう着ない派だったりするやそんなお嬢様みたいなことあるそんなお嬢様みたいなことはせんけど、そう逆よ逆、ハマったらめっちゃ着てしまう逆に。なんか洗濯するやん、一回洗濯してそのタンスに戻すのがめんどくさいっていうのもあるけど、そう、その服にハマってしまったら結構1週間に3回ぐらい着てるかもしれない。またそれ着たんかで逆に怒られるパティの私やな。でも服はありすぎるっていうのは確かにある。服も靴もなんかありすぎて眠っとるやつはあるよね。そう、あれどこやったっけ、え、ね、覚えたんやん、ああいう感じの服があったなーっていうのは覚えたんやけど、どこに入っとる、家のどこにあるねんみたいな感じ。そうね、物が多いね。この人とはまたこの服だいや、わかるわかるわかる。そう、だから、あ、でもさ、何の時にこの服を着たとか覚えてないやん。やけさ、なんか着てから着て行ってから思い出すよね。あ、待ってみたいなこの人とか、この人と前会った時この服も着とったわみたいなその着てる時とかは覚えてないけど、行ってから思い出すよねみたいな。異性に着ない服あげてアリサの服着れる人おる着れるか。サコちゃんは結構でかいぞ竹がチンチクリンじゃね。こんばんは、うん、そうね、いつも同じ服着てるやんって言われるのはやばいよね。レッスン着とかめっちゃそうなんよ。レッスン着とかさ、なんかもう洗濯するやん、レッスンがあって終わって洗濯してみたいな。次の日あの洗濯し終わって畳んである、ママが畳んでくれたやつがあの置いてあるんですよ。そう、だからあのそれをあの収めてまた違うの出すのがめんどくさくて、またそれを着るっていう二度手間や。またそれ収めて新しい今日着るやつをこう足すっていう二度手間じゃないですか。だからそれまた着るみたいな。そしたらえそれこの前起きてなかったみたいななるやん。そんなの誰も見てないよ、そんなことね。そんなアリスのレッスン着なんかいちいち誰も見てないと思うけど、そう、でも私は結構見てる怖いそう、そんなことね、誰も見てないと思うよ。アリサが握手会お話し会で何着とったよとか、この日のレッスンに何着とったとか誰も見てないと思うけど、私結構見てる、みんなの今日のレッスン着とか怖いほのたん結構見てくれとったな。そう、アリサはレッスン着好きって言ってくれてからほのたん見てくれとった。好きとは言ってないかもしれんけどそう、T シャツ新しく買った T シャツね、あの白と黒で色違い買ったんですけど、そう、黒をしれっと着とったんよ。その次ぐらいで白を着てったんですよ。そしたらこの前着とったの色違いじゃねーってか言ってくれた。そう、結構見てくれたな。サイモンさん、リンタロウさん、ギフトありがとうございます。レッスン着で慣れた服じゃないと。そうよ、だからもうレッスン着はアディダスしか勝たん、アディダスしか勝たんよ。逆にどこのレッスン着にするって感じじゃない逆にどこのレッスン着にする。
もうこれ私服では着れんなっていうやつはパジャマになるやん。大体私の中でパジャマになるんですよ。私服っぽいやつというか、まあ、こういうテロンテロンのズボンがあったとするやん。あれさ、レッスン着には回らんかなこれ。そうね、私服っぽい、私服で着てたよみたいな服はレッスン着にはならんな。パジャマになる。自分も気になる。そう、結構見てるよね。ああこの服かわいいなとか、どこのなんかなとか気になる。そう、パンジャラさんハートありがとう。ビームスのあれをよく着てる。私みたいな T シャツね。アリサとビームスのコラボって。コルミーベイビーねえ、確かに。でもあのね、あのアンジービーでめっちゃ気になる T シャツとかいろいろあって、アンジービーの子最近めっちゃ T シャツ出してないですか。おしゃれ T めっちゃ出してるから、ちょっとレッスン着によくねえかって思ってます。アンジービー T シャツ率高いよ最近、だからすごい気になってる。気になってる。割と覚えてる気がする。かわいいなって思った人の服とか覚えてるか。コウゴちゃんが着てた服とかで、そう、それどこなんて聞いたやつとかは結構覚えてる。なんかあれもあれ着てなかった。あのそれめっちゃ破けたさデニムさ着てなかったみたいな、結構覚えてるな。レパートリー少ないとか思わんやろ、そんなの、そんなの思わんやろ。でもさ、普通にさ、ね、実家じゃないというかさ、自分で買ったりせんといかんやん、みんなが大変だよね本当に。尊敬。アリサ、あのね、自分で服買えないんですよ。自分で服買えないですよ。服買えるぐらいの現金を持ってないっていうのもあるけど、そうカードとか持ってないからさ、クレジットのキャッシュカード買えねえ、なんかいねえ、カードとか持ってないし、そう服を買えるぐらいの現金を持ってない、いつも持ち歩いてるわけじゃないからさっていうのもあるけど、根本的にね。もしお金持っとったとしても自分で服買えん、なんか怖くない？かと言ってママと、まあ、見に行くけど、ママと見に行ってよく喧嘩するんですけど、そう、これかわいいって言ったら、いやそれはないって言われて、はでママがこれ着てほしいって言ったやつを着てみて、いやこれはないって言ったら、えってなって、そう喧嘩するんですけど、でも自分で買えんな、なんでやろうね、買ったことないけんやろうね、まだやってみたら、意外と一回やってみたらハマるんかな。穴開きすぎって言われるデリオで切れてる。あれめっちゃ可愛かったやん、アイス大好き。デニムは
デニムは逆に穴開いてないとって感じそうダメージデニム大好きや、穴開いてないと欲しくならんな。買ったことないからか。なるほどね。なるほど。ニコ&の服がハマっている。おしゃれ。ママも好きだよニコ&。香港にもあるんですか？ニコ&ママも着てる。自分ではあデニムに穴開けたことはないけど。ママはよく T シャツに穴開けるな穴開けるというか T シャツを切る。 T シャツ切ってなんかアレンジしだすことはあるよ。デニム、デニム、デニムって切れるんですか自分で。変にならんの行くことが確定しました。おーデニム製ガチン。想像の中でバリバリおしゃれやめて恥ずかしい。でもなんやろね、カラーパンツめっちゃ履く昨日はオレンジ今日は緑みたいな。カラーズボンパンカラーパンツ履きがち最近はな気がする。こんばんは。だからアリサにもなんか言ってくるんですけど、別にありさそんなまあまあまあ嫌いじゃないよ。カラーパンツね嫌いじゃないけど、そうね、まあ、派手すぎるやん。ピンクとかほんまに派遣、ピンクとか派遣すぎる。黄色とか緑とかだったらまだいけるな。まあありさオレンジっぽいの持っとるし、緑とあとウグイス色よな。ピンクとか無理じゃね？無理ぽ無理ぽ。握手レーン。デニム、え確かにデニムにする25日広島デニムおそろコーデにしますかとか言っていいね。デニム、デニム、デニム、あれなんですよ、どうせとか言っちゃいけん、何だったっけ、あの STU の柄の青系のマスクあるじゃないですか。あれをあれつけないといけないから、みんななんかあれ青、薄い青っぽいじゃないですか。だから結構デニムコーデと相性良いんですよ。あのマスクとかともこうコーデを考えた時に、そうマスクも含めワンコーデって考えた時に、そうあの色やったらデニムに合うんですよ。デニムと相性良きみたいな感じだから、デニムコーデはいいですね。めちゃめちゃ良い。デニムコーデする？
やすくんバラありがとう。あ、白いズボンね。白デニムは結構、白デニムかわからない、白は結構難易度高いよね。ズボン、下半身に白持ってくのは結構難易度高いんですよ。そう、白のサロペットとかならいける。アリさん白デニム持ってるけどあんま履かんな。そう、細めっちゃガリガリでも白を履くとなんかデブに見えるっていうね、あの機能性がありまして膨張するというかね。白難易度高い、上級者って感じ。あ、短パン確かに短かったりとかしたらいいかも。白のオーバーオールとか持ってるあれとかあったらいい、ね、いい感じ。マキさんハートありがとうございます。ティーン雑誌のモデルの仕事もっと言ってこう、もっと言ってこう、言ってこう、言ってこう。ティーンって響きよくない？なんか最近なんか聞いたというか、最近なんか知ったんですけどそう、ティーンズみたいな、ティーンから好かれる女優ナンバーワンとか、そう、なんかそういうのがなんかテレビで流れとってからなんか最近知ったんですけど、ティーンに憧れられる、ティーンに憧れられる人ナンバーワンとかいいね。どうですか、かっこよくない？ティーン、18、そう、18、確かにティーンって夜はね、ティーンとティー、80は80でしょ、18なんでやろね、分からんけど80歳やと思っとったよとんだ勘違いしとった。80歳なんて先のことじゃないのかって、当たり前だろうみたいな当たり前、何歳やと思ってんねん、どんだけババアやと思ってんねんと思いよったら18歳か。あはは。はティーン、一生ティーンがいい、わかる、わかる。でもみんな若いよみんな若々。あれさ、セブンティーンもうちょっとでセブンティーン、花のセブンティーンや、花のセブンティーン、どうやって過ごそうか、どうやって過ごそうかな。まずは痩せよう鳥は痩せようほんまに痩せようね。セブンティーンは可愛く過ごさんといけんよね、可愛く過ごさんといけんっていう義務があると思う。取りまやせよ、写り、写真とか写りが良くないとね、セブンティーンやもん。だって25日のお話し会でやっと会える、それな、楽しみ、はるかちゃん楽しみ。広島いっぱい来てくれるんかな、嬉しいです。10代より20歳、20代ね、20代は絶対楽しいやね。一番人生楽しいのがなんかこの17、18、高校生みたいな感じでさ、次に楽しいのがなんかこの20代、お酒飲めるようになってからとか言わん？なんか聞くけどね。
いいよ、人それぞれ。アリサはあの一番楽しかったな、一番青春やと思ったのは小6よ、小6 悲しい、中学校でも高校生でもない、小6、小6、小6が一番ね青春してたクラスの。そうよ、今やったらもう絶対ありえんけど、もう今は今こう普通学校授業開かれてもなんか端っこの休憩時間もなんか 本は読まんけど、休憩時間もこうなんかノート写しとるようなガリ勉タイプみたいな感じ、もう見た目ガリ勉みたいな、やってないけど話せるような人がおらんけこうするしかないみたいなさ、そう見た目全然ガリ勉じゃないけども見た目だけガリ勉醸し出してますよ風な人になってしまうよ今だったら。でも小6の時の私はもうクラスの中心やったけね、クラスのトップやったでそうおらんそう今あったらもうオラウータンないけど、小6の時の私はそうクラスの中心でした、一面5人ぐらいとイエーイそうスクールカースト上位やったね、上位やったんやほんまに、あん時の自分マジすごい、マジですごい、めっちゃ積極的に発表しようた、はいはいめっちゃ積極的にこう自分の意見言うような人だったし、一面5人以上要件そう一面がおった系かもしれんけどね、あれ一面おらんかったらマジオラウータンやけど、5人一面がおった系、その5人とマジでそうクラスの中心やったね、めっちゃいい感じの一面やったんですよ、それがめっちゃ賢い、めっちゃ賢い人が2人おって、めっちゃおもろい人がめっちゃおもろいというかめっちゃバカというか天然な人が1人おって、あのめっちゃこうどんどん前に行けるような人わかりますか、はいみたいなどんどん前に行けるような人がおって、その一面の中にねどんどん前に行けるような人、めっちゃ頭いい人で、めっちゃ顔が可愛い子みたいな、めっちゃ顔可愛くて性格いい子と仲良かったんですよ5人だからね、最強やったん、最強よフォローしました力をありがとうございます、嬉しい、峰吉ありさと申します、フォローありがとうございます、その頃が一番ね陽キャでねえ、あ楽しい時代だった悲しい、何があったんだって感じだよね、今でも仲いいけど、でもそのみんな頭いいからさ、わかりますか、あまあ2人はバカか、アリサと3人バカだったんですよ、でも2人めっちゃね頭良くて、だからもう何その1人はもう中学校からお受験、小学校でお受験してその頭偉い中学校に行ったから中学校からも違うんですけど、4人同じ中学校行ったけどそうバカで3人、そうめっちゃ頭いい、同じ中学校行ったけどめっちゃ頭いい友達は何特待生ありますよね、特待生で高校行ってもう授業料免除みたいなやつでもらってる、やばくない、やばいよね、アリサもそういう未来描いてたんですよ、そう知ってるそうそういう未来描いてたんだけどなんかちょっと狂った、うん、そうアリサも塾ちゃんとみんなで塾行っててそう小学校終わって塾行っててみたいな、その塾とかでもそれ教えてもらうやん、なんか特待生高校特待生っていうのがあってみたいな、ふー余裕やんなもんとか思いよったら、そうアリサ特待生で高校入るさとか思いよったらね、えみたいな
そんなレベルの話もできんぐらいなんかアホになってしまった。はあ、人生何があるかわからない。まあ違うね、その何、ただ頭がいいだけじゃ味わえんようなことやで、まあできてるっていう点においては青春だと思う。すごい青春だと思う。いくら頭が良くてもね、そうできないようなこうね、このリモートでラジオをやったり、まあロケとか行ったりね、その衣装を着て歌ったりとかね、いくら頭が良くてもできない可能性あるじゃないですか。それがまあできてるっていう点においてはアンス青春だ。マキさんバラありがとうございます。因数分解、いや因数分解わかるよ、もう、そう因数分解わかるやけど、今教えてほしいのは確率やな、確率確率、確率マジわからん。そう、何まあ、分かる確率もある、めっちゃもう寝とってもできるような確率は分かるんですけど、なんかいろいろさ、なんか計算がさいるようなやつあるやん。隕石の確率曲の名前やないか。うん、確率もマジ難しくない。そう条件付き確率、そうなんかわけわからんこと聞き出してくるもん。その女の子が10人おってみたいな、男の子が15人おって、その中から2人だけ分からんけど、どういうもんならない、その中から学級委員長が選ばれますみたいな、その確率は何パーセントでしょうか。まず女の子からこう計算して、男の子計算してみたいな、なんかややこしい確率あるやん。もうついていけんくなったよね。そんな確率わかりませんって感じ、もうわかりませんって感じ。そんな確率はもう求めなくてよろしいって感じじゃない。青葉ライド懐かしい、青葉ライド懐かしいね。リハで音聞こえなかった。詳しく聞いたい、やめて、恥ずかしい。今日の話が、今日そうこのラジオで、いいよこのラジオでさ、ひなこと出させていただいたラジオで、あの4時から打ち合わせしてみたいな、リハーサルして入念に7時から1時間半ぐらいのあれだったんですけど、4時もう始まる3時間前から、え7時4時うん3時間前からあの入念にリハーサルとかやってたんですよ、この接続確認とか。そう、それでまずは何にも聞こえなかったんですよ。えっと思って、え音聞こえないってなって、今日のその担当のマネネじゃないんですけど、今日水おじ知ってるかな、水おじ有名じゃないんだよ、でもまだとか言って怒られる、まだ有名じゃないんですけど、水おじに音聞こえますかみたいに言ったら、いや聞こえるわけねえだろって言われて、はぁと思って、喧嘩ってんのかと思ったら、その FM さんがひなこにまず説明してて、そうアリサじゃなくてまだひなこに説明してたから、ミュートにしてたんですよ。なんかアリサとその水おじことそのマネージャーは聞こえないんですよ、聞こえなくては当然みたいな感じで、だから聞こえ、ね、ミュートにされてるのか聞こえないんだろうって思って、ああそういうことかって思って、そ
とりあえず無音の時間、無音の時間を過ごしたんですけど、ミスオジは紹介せんでいいや別にまだ有名人じゃないから。あ、水王子じゃなくてあれの方がいいか、あの何出たがりマネージャーさん出たがりのマネージャーさん、わかりますか、あのサイン会、オンラインサイン会の時とかさ、ここ通りたがりな人おるやん、おってやん、あの人の人名前何にする、出たがり、水王子か出たがりマネージャーか。ちょっと前のあだ名はあの人、鬼滅の人、鬼滅の人、名も阿弥陀仏みたいな、え、なんだったっけ、待って名前忘れた、鬼滅のさ名も阿弥陀仏の人なんだったっけ、こんな人一番強い人よ、一番強い、このあれ似てるんだよ、なんだったっけ名前、なんだったっけあの人、悲しい、すっかり忘れた、姫島さんや、そう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 、姫島行明さん、え行明さんやったっけ、このかわいそうにみたいなやつそうそう、姫島さんっていうのがあだ名だった、めっちゃ似てるんですよ、そうそう、まあ、その話はいいんですけど、姫島さんで行こう、あだ名ね、何だったっけあ、わかった、それでひなこへのこう説明というか、ひなことのリハーサルが終わって、このありさも一緒にリハーサルみたいなが始まって、で、あの水王子じゃなくて姫島さんにはあの音が聞こえたんですよ、だから聞こえたみたいな来て、そう、音聞こえたみたいな LINE 来てから、だけどアリさんには聞こえないんですよ、えと思って、なんで、確かにミュートは外れとったん、そう、ミュート外れてるから確かにアリさんにも聞こえるはずだけど聞こえないと思って、そしたらオーディオ接続してないよみたいに言われて、オーディオ接続してないよって言われてもどこでやるんだよって顔落ちて一人でこうなってたんですよ、そう、多分アリさん何も聞こえてないからめっちゃこう真剣に言われたん、でもスタッフさんとかは多分みなよしさん聞こえてますかとか言ってくれてたんですね、そう、オーディオ接続なってないんじゃないですかみたいな、聞こえてますかみたいな言ってくれて、あいさん聞こえてないから覚えてない、どこでやるんだみたいな、そしたらあの分かったんですよ、オーディオ接続みたいなところがあって、でなんかチュンって押してみたらポンって音がなんかね聞こえだして、なんかもう色がなかった世界に色が出たみたいなもう白黒しかなかったこの世界に色がついたよみたいな感じ、一瞬にして聞こえたんですよ、ワンタッチしたらボタンワンタッチってしたらパンって音が聞こえるようになって、聞こえたってなったらそうなったら、そこの場面、このね、アリサがそのってなった顔と似てるスタンプを送ってきたんよ、めっちゃ面白かった、待ってね、今から見つけ出すねってなった時のアリサの絵文字がこれそう、こんな顔してたらしい聞こえましたそう、これのそう、こっちで文字聞こえんってやりながら、ここであのスタンプが来るからめっちゃ面白かったっていう機械落ちすぎる話。あとね、謎だったのがね、あのね、ずっとねタブレットでやってたんですけど、ずっとねなんか画面が左に寄ってたんですよ、それが治んなくて、そう、なんかここ右側にね謎の空白があってね、あれ何だったんでしょう、見てください、写真撮ったんですけど画面が左に寄ってるんですけどって
ここ何、ここまでがタブレットじゃん、ここホームボタンがあって、ここまでタブレットなのにこの黒い空白何みたいな、めっちゃ画面が左に寄ってたのわけわからんかった、どういうことと思ってどうやったら治るんですかってめっちゃ聞いててね、なんかダブルタップしたら画面表示みたいな出てこんみたいに言われたけど、マジ出てこんかって分からんかったよそう、これ機械ウォッチとかいう問題じゃないと思う、操作の仕方が分からん、ダブルタップってないやってマジマジそう、うんね、いろいろ大変だった、難しい。え、でもね、普通にこのラジオとかじゃない、普通にズームとかでなんかさ、セトラブアリカンのこととか打ち合わせとかする時もあるけど、する時は全然そんなことない、この左に寄ってるとかないんですけど、この何、その DJ 友明さんとひな子とか、この番組がスタジオの風景とか映ってるのも全部ここで、画面のサイズの問題なんかな、にしてももうちょっと真ん中にしてくれたらいいやんね、めっちゃ左に寄っとってびっくりした、えどういう状況って感じだった感じやな、機械音痴やな、おらん機械音痴ってめっちゃ焦るけね、えみんなはできてる、私はできてない、どうやってやるんだ機械音痴ってバリ焦るけね、ほんまに焦ってない顔しとんね多分、そう、あのアリサは何も音が聞こえない状態やから、そう、んー、どこでやるんだろうみたいな感じ、全然焦ってないように見えるんですけど、めっちゃ焦ってる、えみたいな、やばいこれアリスのせいで待たせてるみたいなそう、このリハーサルアリスのせいで待たせてるかもしれないとか、めっちゃ焦ってるよ、わかる、機械音痴はほんまにやばいよ、うん、そう、難しいよ本当に、汗しかも充電がね、あ、一回切れたんですよ、プチンって一回落ちたんやな画面が、 それで電源まで切れとってから何も触ってないのに、やばい充電なくなったと思って、充電切れたんやと思ってね、マジで焦ったんやね、そう、やばい充電切れましたって言ったんやけどそう、あのイヤホンつないでたからさ、有線のイヤホンやってたからさ、充電できんやったんよ、打ち合わせしながら、じゃあ分かった、これで充電が切れたんだと思って、やばい充電なくなりましたって言ったんやけど、全然 48% ぐらいあったんですよ、えって感じじゃないえめっちゃあるやんとか思って、充電普通にあるやんけ、うん、うん、そう、リハーサルでハプニング多しやった私、48だけにそうね 48% ぐらいだったそう、まあ、1時間半ずっとさ、こうやるのにはちょっとなんか不安ありげな数字やけど、でも全然余裕なぐらいあるじゃん充電なのに、プチンってこうプチンって回線落ちたんですよ一回、びっくり、このタブレットが寿命が来たんかもしれん、でもまだ2年経ってないんですよこれ多分、このタブレット2年経ってないから、そう変えたいんだけどね、まだ芯もう少しの辛抱な気がする、ここの電源ボタンあるじゃん、音量上げる下げると電源ボタンあるじゃないですか、この電源ボタンが潰れてるからさこれは本当にやばいと思う、アップルですよ、アップルの iPad タブレット iPad ホームボタンあるタイプ、まだ
ホームボタンがあるタイプの一番新しいやつかな。かホームボタンがないタイプのやつに変えたい。この電源押すのが潰れてるか押せないんですよ。なんか電源切れないから勝手に切れるじゃん。時間経ったら勝手に消えれるじゃん。で勝手に消えるのを待つしかないよ。最悪じゃない。ではそろそろランキング読みたいと思います。13位やすくん、12位ゆっちゃん、11位ふうさん、10位せいがくん、9位ひでさん、8位パンジャラモンスターさん、7位そいちろうさん、6位ひとりごとさん、5位ひろたんたん、4位さやもんさん、3位やすべえさん、2位なんちゃん、1位はドゥルルドゥルルン、まきさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。どれだけ強く、いやそれな、本当にこのタブレット多分寿命ですね。誕生日プレゼントにタブレットもらいたいけど、パパとかパパに頼んで、でも2年経ってなかったら買えんからね。今何年目や。これ何年目やねん、ほんまに。タブレットが変わるのを祈っててください。それでは今日もお疲れ様でした。明日は私は休みじゃなかったって。明日はレッスンがあったんですよ、夕方から。そう、でもお昼に楽しみなことがあるので朝配信します。良い4連休を過ごしてください。ではまた明日、ありがとうございました。バイバーイ。バイちゃん。